1988年当時の大阪球場レフト側からスコアボードとライトスタンドを望む大阪スタジアムはかつて大阪府大阪市何く南場中2丁目に存在した野球場プロ野球の南海ホークス近鉄パールス太陽小畜ロビンスが本拠地として使用していた通称は大阪球場南海南米景気前に存在したため 南馬球場という通称でも親しまれた。南海は戦前、堺市にあった中本球場を主本拠にしていたが、グラウンドの立地条件が悪く不便だったことから、公式戦での使用機会が少なかった。特に戦後になってからは、中本での公式戦は一試合も開催されることは、なかった。1948年の戦後第3回の日本、職業野球リーグで優勝した際、 GHQ 経済科学局長のウィリアム・フレデリック・マーカット少将が南海球団の松浦竹松社長にホームタウンホームグラウンドはどこかと問うと松浦は大阪府が本拠であるが自前のグラウンドがないので甲子園を使わせていただいていると答えマーカットは自前のグラウンドを建設してもいいと提案そこでこれまで公式戦を開催したことのなかった大阪市に 目をつけて、南部の最大の繁華街である南海南梅駅の南口に面した南西川駅前の急船梅局の工場跡地に建設した。この地は、江戸時代に米蔵が置かれていたために、現町名の以前は倉前町という町名であった。また、同じ大阪を拠点とする大日ロビンスも北区玉江橋の関西相撲協会の所有地を買収して、建設候補地に挙げていたが、 その案には西宮市をフランチャイズとする大阪タイガースや阪急ブレーブスがターミナルの梅田に近く客を奪われることを恐れて反対した。阪神と阪急は南海による南波球場建設を指示。日本野球連盟も候補地を視察して南波案を採用したが、帯のオーナーだった田村駒次郎が南海が1年以内に建設できなければ、 自分の手で球場を作ると主張したため、何回は1年以内に完成できるよう工事を進めざるを得なくなった。1950年9月12日、後期わずか8ヶ月の特管工事で完成。戦災後の復興期にあり、粗末なバラックばかりがひしめき合っていた大阪市内の中心部で本格的な鉄筋コンクリート作りの大規模建築として完成した本球場は、 当時、昭和の大阪城と称えられた。建設当初のグラウンドの広さは、両翼84メートル、中堅115.8メートル。副収入を得るため、日本の球場では初めて観客席下に多数の都南トを入居させるスペースを設けた。この空間確保と狭い敷地に極力多くの客席を設けるという二つの目的によって、スタンドを休憩者に設計したことから、 すり鉢球場と言われた内野スタンドの傾斜は37度にも達し、打球音が銃撃音にも似た独特の反響を残すことは選手の間でも知られていた。このグラウンドの狭さから当たり損ねの打球が外野フェンスを越えて本塁打になってしまうなど投手泣かせの球場であった。西鉄ライオンズ OB の中西太志は本球場でバットを売りながらも 打球を内野スタンドへ入れたと言われ、杉浦ただし、皆川むつおら南海黄金時代のエース級投手の絶妙な制球力は、グラウンドの狭さによって培われたとの説もある。1951年、関西地区の球場で、初めて夜間照明設備を設置。同年に初ナイターを開催。内野スタンドに日本初のボックス席を設けたのも、本球場である。 1950から60年代は、鶴岡和人監督率いる南海の黄金期であり、毎年優勝争いを繰り広げており、関西では南海は阪神をしのぐ人気球団であった。南海電鉄も出資者であった毎日放送は1959年に、東急上での南海線の独占テレビ、中継契約を結び、この年に南海が日本一を達成したこともあって写真に、 この契約を一大ヒットと記した。しかし、この成功を背景に、翌1960年に南海側が放映権料を釣り上げたことで毎日放送は契約範囲を縮小。さらにその翌1961年には南海との交渉を断念して、テレビの野球中継自体を大幅に縮小し、テレビでの露出が減少する結果を招いた。また、 この当時のエピソードとして1963年8月29日の南海対半球戦で雨による2時間14分の中断後グラウンドにガソリンを撒いて火をつけ水分を蒸発させ試合を再開させたというものがあるこれは勝ち試合であることや日本記録ペースで本類打を量産していた野村克也がこの試合でも一本打っていたためにそれを活かしたいという南海サイドの思惑による ものだった。なお、現在は、消防法によりこのような行為は、法律で禁止されている。1960年代半ば以降は、プロ野球のテレビ中継において在京キー局の発言力が増大し、放送カードが、セリーグの読売ジャイアンツ戦が多くを占めるようになった。その結果、関西では唯一同じセリーグ所属の阪神に、巨人の対抗馬として人気が集中、前期の経緯による、 南海線の中継現象も相まってパリーグの人気は長期低落傾向をたどった。さらに1970年代後半以降の南海の急激な弱体化で本球場の観客動員数は低迷を極めた。南海本線の終点であるターミナル駅、南場駅、南口駅前であり、大阪を代表する一大繁華街、南のど真ん中という高立地にもかかわらず、 球場を管理していた大阪スタジアム工業の写真には、本球場の年間観客動員の実数が1965年以降、南海最終年の1988年まで一度も50万人を超えなかったことが記されている。南海島への球場だったが、1957年までは、近鉄パールスも本拠地としていた。これは、近鉄の本来の本拠地だった藤寺球場に当時、 ナイター設備がなかったためだが、近鉄が1979年と、翌1980年に日本シリーズに出場した際、事実上本拠地球場だった日本生命球場の最大観客収容人数が、シリーズ開催基準の3万人以上に満たず、藤井寺球場もナイター設備が依然としてなかったため、近鉄は、やむを得ず両年とも本球場を借り、日本シリーズの開催地とした。 他にも1953年から1954年までセリーグの対応小区ロビンスが本拠地として、そして阪神も甲子園にナイター照明が設置されるまで順位本拠地としていたため、本球場の正面には南海、近鉄、阪神の球団機をあしらった看板が掲げられていた。なおこの間、1954年7月25日の 阪神対中日ドラゴンズ戦では判定と退場処分をめぐって二度にわたり紛糾。興奮した観客がそれぞれグラウンドに侵入したため、没収試合となる事件が起きた。難解としての最後の公式戦は1988年10月15日の対近鉄戦。西部との熾烈な優勝争いをしていた近鉄を相手に互角の白熱戦を展開。 岸川勝也の決勝本塁打で南海が6から4で勝利した。1972年には隣接する南海南培機の改修に伴う工事で両翼を91.4メートルに拡大した。これは近い将来、サッカーがプロ化され人気が高まると睨んだ。球場側が野球とサッカーの兼用を狙っていったものであった。また、当時大阪で国際企画を持つ。 サッカー競技施設は長い陸上競技場しかなく、そこもナイター設備がなかったため、主として週末や祝日のデーゲームでしか試合を開催できなかったこともあり、大阪の中心部にあって観客動員の見込める本球場に目をつけられた面もある。実際、1977年に本球場で往年のスーパースターペレの引退工業、サッカーフェスティバルさよなら、 ペレが開催されたが、ピッチの端がガイアフェンスギリギリまで迫るほど狭く、サッカー用グラウンドとしてはいかにもサイズが不適格であった。また、この南海南馬駅の拡張工事によって、南海電鉄の線路が本球場側にせり出して拡幅されることになり、三塁側内野スタンドの東側を削り、別々だった内野と左翼席をつなぐ形でスタンドを拡大して削った分を増積。 結果的に左右非対称のスタンドを持つ球場となった。球場のスタンド開花部分には、ウィンズナンバの他にアイススケートリンク、卓球場、文化センターなどが設置されており、野球を核とした複合施設として利用された。テナントとしては古本屋街やスポーツ用品店が入店し、日本自転車振興会やユースホステルの事務所が置かれていた。文化センターには、土井マサルの料理教室や、 後に、K1 をプロモートする石井和義が指導した極真空手のあわら道場などが開校されていた。特に、アイススケートリンクは、1966年にスタートした日本アイスホッケーリーグに1972年まで所属していた福徳総合銀行アイスホッケー部が練習や試合に使用していた。また、交通支弁な立地から関西では、 人気スターの公演会場や大規模工業の開催地として定着した1974年より西条秀樹がソロ歌手としては日本で初めてとなるスタジアムコンサートを真夏に開催し、サイモンガー・ファンクル、マイケル・ジャクソン、マドンナ、エリック・クラプトン、ボズ・スキャックス、マイケル・マクドナルド、ジョー・ウォルシュなどの欧米のスーパースターや日本のアーティストでは、 尾崎豊、渡辺美里、と、チェッカーズ、サザンオールスターズ、チューブラム大規模コンサートを行った。1982年には、日本テレビのクイズ番組、ウルトラクイズ史上最大の敗者復活戦。1983年には、全国高等学校クイズ選手権、第一回大会の関西地区予選会場として、使われたこともある。1960年代には、 プロレスの試合会場としても使用され、ジャイアントババジ人、キニスキー、アントニオイノキタイ、ジョニー・バレンタイン戦などの伝説的な名勝負の舞台となった。1950年代には、プロボクシングの試合会場として、白井義雄のノンタイトルなどが行われた。ナンバパークスナンバパークス2階の大阪球場アトモニュメント1988年、南海ホークスが大英に売却され、 福岡市に移転した後、1989年と1990年に、近鉄が、準本拠地として、年間10試合程度の主催試合を開催した。1990年6月の近鉄対、大英戦では、当時、近鉄の新人だった、野茂秀夫が、先発登板して、関東勝利を挙げ、100奪三振到達のシーズン最速記録を打ち立てた。 最後のプロ野球公式戦は1990年8月2日の近鉄対オリックスブレーブス戦で最後の本塁打は延長10回表にブーマーウェルズが放った勝ち越し3ランホームランだった。なお、この時点では同年限りでの閉鎖は決定していなかったが将来的な取り壊しは規定路線だったためこの試合が最後のプロ野球公式戦になるとの噂が広がり 平日の同カードとしては、異例の2万9000人が詰めかけた。本球場はすでに球団売却前の1986年頃から、関西国際空港の建設開始に伴う南馬地区、再開発計画によって、数年以内に解体撤去することが決まっていたが、後のバブル崩壊などにより計画が次々に凍結され、長年放置状態が続いた。末期は、グラウンド部を使って、 住宅展示場、南波大阪球場住宅博として利用されていた。グラウンド内にモデルハウスが立ち並んでいた一方、観客席やスコアボードもそのまま残され、野球場としては非常に珍しい使用例として、海外の建築専門誌にも紹介された。また、全面的な解体工事が始まる直前まで、一部分を改装して、場外馬建場、ウィンズ南波が入居していた。 球場としての役目を終えた後は、グランドも舗装され、駐車場としても利用されていたが、エンターテインメントとしての活用は、劇団四季が常設小屋として、キャッツシアターを設置し、ミュージカル、キャッツのロングラン公演を行ったほか、坂本淳二監督、赤井秀和主演の映画、大手も特設テントが組まれ上映された。 全国高等学校野球選手権を大阪大会でも1990年の72回大会まで使われたが本球場の野球場機能の廃止に伴い大阪府内で1998年10月18日さよならイベント野球フェスタが南海 OB や少年野球選手らを招待して開催されたこのイベントの最後の挨拶は杉浦忠が務め 杉浦の挨拶が終わると同時に、照明の明かりが落とされた。その後解体撤去され、2003年10月に大規模な複合商業施設、ナンバパークスとして生まれ変わった。ナンバパークスの広場内には、かつて本球場のピッチャーズプレートとホームプレートがあった位置に、記念のモニュメントとプレートが置かれ、8階に設けられた屋外イベントスペース、円形劇場の客席部分は、 大阪球場の外野席の形状そのままにデザインされている。上階には南海ホークスメモリアルギャラリーという球団の遠隔を示す展示コーナーも設置されており、展示の前では年配層を中心に立ち止まる人の姿が絶えず、未だ関西でホークスが根強い人気を持つことを示している。このナンバパークスの地下には球場のテナントから移転したウィンズナンバがある。 遠隔大阪球場の一塁側内野スタンド、傾斜が急になっている大阪球場の一塁側スタンドからは投球練習中の投手が間近に見えた大阪スタジアム工業に関するカテゴリー。ありがとうございます。